ハートウォーミングな小説を書きました。クリスマスのボーイミーツガールからの温かい家庭を作っていくプロセスのお話です。では朗読したいと思います。餌付け。控え室で制服を脱いでタイムカードをしてから、いつものように弁当コーナーに寄った。レジカウンターには優子さんが入っていた。お先に上がります。お疲れさん。僕が差し出した唐揚げ弁当をスキャンしてから、優子さんは顔を上げてこちらを見た。あのさ、佐藤くんっていつもこういうのばっかり食べてるよね。え？クリスマスも一人なの？その口調はあっけらかんと気さくで、馬鹿にしている感じはなかったけど、僕は動揺した。そういえば今日ってクリスマスでしたっけ？別にいつもと変わりませんよ。何気ない様子で答えたつもりだったけど、声が少し上ずってしまっていた。ゆうこさんもアルバイトで、年齢も僕と同じくらいだ。すごく綺麗な人で、少なからず憧れていたのだけど、これまで話す機会はなかった。しかしそれからさらに驚くことになった。レシートを僕の手に乗せながら、ゆうこさんは小声で言った。うち来ない？え？佐藤くんちって近いんだよね。今夜でもいいよ。半信半疑で家に帰ったら、スマホにメッセージが入った。さっきの話だけど、本当に来るならご飯用意しとく。私6時上がりだから7時頃どう？住所もあった。店から5分。僕の家からでも15分くらいのマンションだった。7時。はい。伺います。すぐに返信した。マジか？優子さんに誘われるなんて。それもなんとクリスマスの夜に。つまりこれって、いわゆるフラグってやつだよね。いきなりの急展開。大急ぎで銭湯に行って着替えたらもう7時15分前だった。あれこれ考える暇はなかった。僕は舞い上がったまま走った。広くはなかったけれど片付いていて、女性らしいセンスのいい部屋だった。そしてもう美味しそうな匂いがしていた。ハンバーグだけどいい？まるでずっと一緒に暮らしている家族に言うみたいな口調だった。はい。顔くらいの大きさのハンバーグが出てきた。美味しかった。面白い話をしなければとか、上品に食べなくちゃとか考えつつ、結局ほとんど会話もなく、ただ、美味しいです、美味しいですと言い続けながらバクバク食べてしまった。ゆうこさんはずっとニコニコしながら見ていた。ごちそうさま。本当に美味しかったです。俺を言うのはこっちなの。ありがとう。え？なぜですか？私ね、料理が趣味なんだけど、自分は食が細くって、人が食べてくれると本当に幸せなの。じゃあまたね。それで彼女は立ち上がった。僕も釣られて立った。そのまま懇願していると、彼女は促すようにまた、じゃあと言った。翌日はシフトが同じだった。仕事中は話す機会はなかったけど、交代で休憩に入るとき、すれ違いざまに耳元でこそって言われた。今日も来てね。結局その日もご馳走になってしまった。食べ終わったらまた驚くこと言われた。明日は生姜焼きの予定。いいんですか？さすがにそう言ってしまった。どうせ自分の分は作るんだし、用意するよ。言ってることは強引だけど、声は笑っていた。そして5、6回通ったところで、来るなら毎日来て、と言われた。来たり来なかったりの方が困る。来るなら来るって決めて、いい？はい、来ます。そう答えるしかなかった。僕らが付き合っているということはすぐにお店のスタッフ全員に知られることになった。彼女は全く否定しなかった。ただ黙って笑っていた。僕の方もそう思われて別に構わなかったが、気になることはあった。彼女との男女関係は全く進展していないのだ。部屋に行っても、一緒にゲームで遊ぶわけでも、テレビを見るわけでもない。話もほとんどしない。ましてやお酒を飲んだり泊まったりなんて絶対にしない。ただただご飯を食べさせてもらうだけ。そして食べ終わったらすぐに追い出される。果たしてこれは付き合っているということになるのだろうか。休憩時間に顔を合わせると誰もがしつこく詮索してきた。うまくいってんの？とか、一緒に暮らしてるって本当？とか、僕は、いえ、まあ、と曖昧に受け流していた。
一番古株のおばさんが聞きもしないのに教えてくれた。あんたが入る前にね、あの子別の子と付き合ってたのよ。その人もここで働いていたの。ところがね、別れたの。それが気まずかったんだと思うけど、その男急に辞めちゃったの。辞めたっていうかバックレたのね。そういう情報も別に不愉快でもなかった。彼女くらい綺麗な人だったら、彼氏がいない方が不思議だ。僕はいいタイミングをつかんだってことなのだ。彼女はコンビニで働いているのに、コンビニでは買えないような材料で、手の込んだ料理を毎日丁寧に作り続けた。ついでに作ってるだけなんて言っていたけど、自分ではほとんど食べなかった。彼女の前のお皿にはいつもほんのちょっぴりしか乗っていなかったし、内容も僕のものより質素で、野菜だけのこともあった。ベジタリアンなのかもしれない。食べないの？私は後で食べるから。見てたいの？あのね、私人が食べるとこ見てるのが大好きなの。詳しく聞くと、彼女は拒食症気味らしいのだ。料理は好きだが、どうしても食べる気にならない。誰かに美味しそうに食べてもらえると嬉しいし、それを見た後なら多少ではあるが食欲が出るという。それで納得した。そういう人がいるというのは聞いたことがあった。いつも僕が出て行った後に食べている。食べられるようになったのは僕のおかげだ、と言った。だとしたら、僕の任務はちゃんと残さず食べることだ。食べたらそれで帰った。本当は少し居座ってもっと話をしたりするべきだったのかもしれないけれど、僕は女の子と付き合った経験がなくて、その方法がわからなかった。バクバク食べる僕を見て彼女の笑顔は素敵だった。この役割に他の誰でもなく僕を選んでくれたということは、きっとチャンスは来る。多分彼女の拒食症が治った後にでも。僕はそう思って毎晩食べ続けた。そんな日々がずっと続いた。ひたすら食べている僕の前で、彼女の方は独り言のように色々な話をするようになった。自分は父子家庭で育ったから、食事はスーパーのお惣菜ばっかりだったし、一人で食べること多かった。ホームドラマで見るような一家団らん風景にずっと憧れていた。結婚するならそういうことを大事にしてくれる人がいい。大きくなって父も亡くしてから、反動で料理がすごく好きになった。素材から手間をかけて美味しく仕上げる。人間って食べたものでできている。頭の中だって、体のすべては、生き方は、考え方は食べ物次第だと思う。だから私は自分と自分が好きな人のために一生料理を作るつもりだ。そんなことを話してくれた。やがて僕は気づいた。彼女は僕を餌付けしようとしているのだ。僕は彼女が好きだ。しかしそれだけではダメなんだ。顔や体が気に入ってるだけでは。彼女は僕を自分だけのものにしたい。自分だけに繋いでしまいたいのだ。自分が作ったものを食べさせたいというより、自分が作ったものしか食べられないようにしたいと考えているのではないか。そういうのって重荷に思う男もいるだろう。彼女から逃げ出した前からの気持ちはなんとなく想像できた。ヘル、僕はこれでよかった。彼女が納得するまで食べ続けることにした。これは僕にとっては一種のテストなのだ。彼女はそれ以上の関係をいつまでも僕に許さなかったけれど、分かっていた。いつか僕は合格する。そして彼女を作るんだ。新しい、温かい家庭を、一家団らんを。1ヶ月が過ぎ、2ヶ月が過ぎた頃。ごちそうさま。いつものように残さず食べ終わった僕に、彼女がいつもとは違う表情で言った。ありがとう。ついに終わったわ。と。何が？あのね、言うことがある。私ね、佐藤くんがお店に入ってくる前、別の人と付き合ってたの。それなら知ってる、と思ったけど、僕は黙って聞いていた。中村くんって人。でもうまくいかなかった。そうなんだ。僕は何気ない風にうなずいた。こういう話はさらりと聞くのが正しい。昔のことは昔のことだ。中村くんとはやっていけないって分かった。向こうもそう思ったみたい。けどね、私どうしても彼と別れたくはなかった。新しい彼氏ができてもずっと一緒にいたかった。そういう方法はないかなってね。ずっと考えていたのに。なんだか口調がおかしくなっていた。僕は彼女の目を見た。瞳孔が開いていた。いい方法があった。新しい人の体の中に中村くんを全部入れてしまえばいいの。え？新しい人が見つかるまで中村くんはバラバラにして冷蔵庫にしまっておいたの。佐藤くん、ありがとう。
全部残さず食べてくれて。